ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。友達から登山に誘われたから今度行ってこようと思うの。いいんじゃないか。でも私登山なんて初めてだからちょっと不安なのよね。確かに山登りは楽しいが危険ももちろんある。やっぱりそうよね。滑落などで怪我をするだけじゃなく、場合によっては遭難や行方不明になることだってあるからな。そんなこともあるの？ああ。例えば3人で登山に行ったうち1人が行方不明になっているなんてこともあるんだぜ。その話もっと詳しく聞きたいわ。よし、じゃあ今日は A さん高校生行方不明事件について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件があったのは2020年5月15日、北海道函館市にある恵山という標高618メートルの山だ。特別高い山ってわけでもないのね。そこに S さんという当時15歳だった高校生が2人の姉と一緒に訪れた。確かこの時期は新型ウイルスの影響で学校も休みになっていたのよね。そうだ。加えてこの日は天気も非常によく気分転換に来ていたんだろうな。なるほどね。それで、この A さんはどんな山なの？さっきも言ったように A さんは標高が618メートルとそれほど高くないことに加え、途中の標高300メートルほどの地点までは車で行くことができ、駐車場もあるんだぜ。初心者にも登りやすそうな山なのね。そうだな。正規のルートである権現堂コースを行けば1時間くらいで山頂まで登ることができるんだぜ。なんか私にも登れそうな気がしてきたわ。そうかもしれないな。このルートは木々が少なく視界が開けていて険しい道も多くないからな。他の人から少し離れたり遅れを取ったくらいでは見失うことはないってわけね。そういうことだ。S さんを含む3人も登山を始めてから1時間半ほどで山頂にたどり着いている。高校生でも問題なく登れる山だったのね。そこで姉によって S さんは記念写真を撮っているんだ。山頂で写真を撮りたくなる気持ちはわかるわ。その写真で S さんはまだまだ余裕そうな様子を見せているぜ。体力的にも問題はなかったってことね。しかしその後、3人に思わぬ悲劇がやってくるんだ。何があったの？山頂からの下山中に S さんは突如姿を消すことになる。このタイミングで行方不明になったのね。3人が下山を始めて少し経った時のことだった。S さんは2人の姉に対して先に行っていると言って1人で山を下り始めたんだ。なんかすごくフラグになっているような。さっきも言った通り、この山の標高はそれほど高くなく、斜面も穏やかで視界も開けてるので1人で降りて行ってもそれほど問題ないと、2人の姉は考えたのだろう。確かにそんな山だったらそう思っちゃいそうね。それに S さんは高校生で体力がありそうだし。しかし S さんがしばらく1人で進んでいくと、曲がり道や地形の高低差、周辺の岩などによって2人の姉から姿が見えなくなってしまったんだ。視界が開けているって言っても全部が見通せるわけじゃないのね。とはいえそこまで心配することでもないだろうと考え、2人はそのまま下山を続けた。そうして1時間ほどかけて2人の姉が下山を終えた時、あることに気がつく。もしかして、S さんがどこにもいなかったんだ。やっぱり、辺りを探しても見つからなかったため、近くの施設などにも確認を取ったが、それでも S さんはどこにもいないんだ。何があったのかしら？ S さんは下山中に遭難してしまったのかもしれないと、2人の姉は警察に通報をした。簡単な山の下山とはいえ、一人で行くのは危険だったのね。そうだな。それにこの時の S さんの格好はジャージにスニーカーというかなりの軽装だ。登山をするような格好ではないわね。っていうかスマホに連絡すればいいんじゃないの？残念ながらこの時 S さんは連絡が取れるものを何も持っていなかったんだ。そうなのね。そこで警察は S さんを捜索するために山に入った。しかし、それでも S さんが見つかることがなかったため、消防、自衛隊、ボランティアなど、実に500人を超える大勢の人間によって S さんの捜索活動が行われたんだ。最初は簡単そうな山だと思っていたけど、大変なことになったのね。そうして捜索隊は S さんが通ったルートの他に、道を外れてしまったことも考え、広範囲にわたって捜索が進められた。こんな大事になるなんて誰も思っていなかったでしょうね。そうだろうな。しかし大掛かりな捜索にもかかわらず S さんが見つかることはなかったんだ。そんな、そこで今度は人間だけでなく、ヘリやドローンを用いての捜索も行われたんだぜ。確かに霧が少なくて見通しがいいならその手段は有効そうね。しかしそれでも S さんの発見には至っていないんだ。本当に姿を消してしまったのかしら？警察犬とかに探してもらうのは、もちろんそれも試している。S さんが行方不明になってから1週間ほどした時、警察犬による捜索も行われているのだが、やはり S さんを見つけ出すことはできなかったんだ。もうこの山にはいないってことなのかしら？この頃にはテレビのニュースなどでもこの事件について取り上げられ、多くの人が関心を持ち始めた。
確かに突然高校生が行方不明になるなんておかしな話だもんね。こうして現在でも S さんは行方不明のままになっているんだ。ねえ、ちょっと思ったんだけど、もしかして S さんは自ら行方をくらましたんじゃないの？どういうことだ？つまり家でよ、家族や友達、もしくは人生のことで何か悩んでいたから、逃げ出したとか？確かにそれも考えられるかもしれないが、あまり可能性は高くないだろうな。どうして？ S さんが行方不明になったというニュースは全国放送のニュースで多く流されたんだ。それにもかかわらず未だに S さんの目撃情報などは一切寄せられていないんだぜ。確かに、家出なら誰かしらが目撃して通報してそうね。それにまだ15歳の高校生だ。何ヶ月もの間、誰にも見られないまま生活をしていくなんてことなかなかできないだろ。それもそうね。それに、調べによると S さんには家出をするような動機もなく、そんな素振りも見せていなかったらしいぜ。じゃあやっぱり下山途中で道に迷ってしまっただけなのかしら？ん？それも考えにくいな。そうなの？何度も言うがこの山は霧が少なく見通しがとても良いんだ。もしコースを外れてしまったらその時点で誰かに目撃されている可能性が高いだろ？それもそうね。それにもかかわらず当日の登山者で S さんを目撃したという証言をした人は誰もいないんだ。家出でも道に迷ったでもないなら、もしかして事故に遭ってしまったとか？それは十分考えられるな。S さんの山道は整備されており初心者でも登りやすくなっているが、それでも中には危険な場所もあるんだ。危険な場所って？山頂付近になると、足元は岩だらけになり足を滑らせやすくなっている。他にも大きな岩と岩の間にぽっかりと開いた穴のようなものもあったりするんだ。じゃあ、もし途中で足を滑らせてしまったら、そのまま穴の中に落ちてしまうってこともあるの？そうだな。そうなると発見はかなり困難になってくるだろう。そう考えると事故の可能性は高いのかしら？それだけじゃないぜ。落石に巻き込まれたり、熊などの危険な野生動物に遭遇したという可能性も捨てきれない。登山って危険がすぐ近くにあるのね。他にも誘拐や何かしらの事件に巻き込まれたということもなくはないぜ。事件からしばらく経ったみたいだけど、まだ何もわからないのね。そうだな。正直ここまで手がかりがない状態でいなくなると、なかなか探し出すのも困難になってくるんだろう。二人のお姉さんも、まさか少し先を行く弟がこんな短時間で行方不明になるなんて、想像もできなかったでしょうね。そうだな。登山など自然を相手にするときはちょっとしたことで大事故につながるから、決して気を抜いてはいけないんだ。それはすごくわかったわ。この事件に関しては S さんの捜索が現在でも行われており、目撃情報も集めているはずだ。もし何か知っているような人がいればぜひ関係者や警察に知らせてほしいと思う。そうね、なんとか S さんが発見されることを望むわ。ほんのちょっとした時間の間に何の痕跡や目撃情報もなくいなくなってしまうなんて、不思議な話よね。そうだな。行方不明になった原因についてはいくつか考えられるが、結局、決め手となるような根拠がないんだ。いつどこで何が起こるかなんてわからないってことね。そうだな。特に登山のような場合は急に天候が変わったり、野生動物に遭遇するなんてこともあるから常に気を抜いてはいけないぜ。私も登山に行くときは気をつけなくちゃ。ということで今回は S さん高校生行方不明事件について紹介したぜ。世の中にはまだまだ多くの事件が起こっているんだ。もしみんなも知っているものがあったら、コメント欄で教えてくれよな。それでは、次回もゆっくりしていってね。